今日ももを磨いいいいてきたととますごご視聴ありがとうございますよいし。銃 とということで今日は11月の9日ですね火曜日いや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 今日はですね、えー、皆さんに大事なご報告というか一応、えー、11月の15日資料解禁日に向けて着々と準備をしていることを ご報告したいと思っておりますさあ。ということでい。いいやいい。 最近の方もね結構打ちまくってるって言い方もいいんですけども準備のためにいろいろ使ってはいますので15日までゆっくり休ませようと思っておりますということで、えー、本日この他にですね私銃の、えー、所持許可証こちらにですね なんと狩猟、そして、有害駆除の、その二つが、なんと書き込まれましたぜひ、見ていただきたいと思いまして、お近くに、持ってきた所存で、 ございますじゃあ見ていただきましょうね。見てください。こちらでございます。標的射撃に加えて狩猟有害長寿駆除、えー、なぜか狩猟は。 手で書いてあります犯行ではございませんでしたそこだけは、えー、間違いでございました大変申し訳ございませんでした全部犯行ではございませんでしたという感じでございますえーとですねえー、いろいろあの見てくださっている方々から、えー、ご意見などをいただいてるんですけども漁友、えー、会に入って3年経たないと、えー その、駆除隊の方に入れない、じゃないんですかとか、そういうのをちょこちょこいただいてはいるんですけども、えー、私のところは、とりあえず、すぐ OK! いや、どうなんだろうな。まあでも自分も、えー、銃を一応持って、3年は経ってるんですよね。だけど3年経たなくてもすぐもう、 銃を取ってすぐ猟友会入っていくっていう人も多いので、苦情隊にもすぐ入れてるんではないのかなというふうには思っております。えー、まあその辺は、まあ、県のそれぞれのいろんな、えーねえー、タイミングというか、そういうお考えがあってのことなんだろうと思いますので、えー、そこは、えー、ね、まあ一つまた勉強になりましたよ。ね、本当。 あのまあ、すぐ取れないんだっていうのもやっぱ感想ですし、まあ、でもやっぱ自分の田舎の方はやっぱ案の定その鹿も本当にたくさん出てきていろんな、えー、農作物の被害などがありますのでそこをね何度とか自分も協力できたらななんて、えー、思っておりますのでか、まあね、も守りつつ自然もり守りつつ、まあ、人間もねやっぱ生活を守っていかないといけないと思いますので。 共存するためにはまあいろいろやっていかないといけないのかななんては思っております。まあ、そんなことでえなんと今日はそういうで警察に行ってきましてえ一応必要な書類がですね一点二点三点四点五点ありました。えー、まずこれですね身分身分証明書こちらでございます。 これは、えー、有害長寿、えー、対策実施体ってことで、まあ、有害長寿の身分ですね。そして、これ、狩猟のあれなんかな何狩猟の時持ってくるんだろうこれ、でもこれ、これ入れておかないといけないと思うんだよ、私かに。そして、これですね、有害長寿のね、この症状。 長女って言ったじゃないのか <laughs>。で、なんか、これも住所が、住所が出ちゃってるやつなんだなぁ。でも、まあ、これも有,有害、長女捕獲許可という、そういう許可のやつですね。こんなんでございます。許可の内容というかね、ここになりまして。で、あとは、これですね。 難しいなこういう感じで出るんかあの第1種重量狩猟者登録書というものを持ってきましたねそしてえっ、ー、とこの症状っていうか狩猟免状ですね第1種のねこの五点そしてえっ、ー、と の教科書ですね持ってきまして警察の方で、えー、いろいろ、えー、コピーを取ってもらいちょっと書き物を書いてで、えー、とー1800円を払って終了ですねだいたい時間的には10分ないし15分ぐらいで終わったかと思いますそんな感じでした まあ、これに関してはこれでやっと、えー、15日うち、えー、に行って大丈夫という、まあ、これをも,もちろん教科書もしっかり資料する時にはこれを持っていくということでこれをもう挟んでこれだよなあとはがいいと思,い思うんでちょっとこれもしっかり持っていきたいと思いますさあということで今日はなんかちょっとね 真面目な書類をいろいろ書いてきたので、ちょっと緊張。やっぱ警察行くと緊張しますね。変に。何にも悪いことしないのに。いやにがっちゃいますね。ということで、えー、無事に許可をいただきました。警察の方から。さあ、今日はこの辺にしておきましょう。今日は11月の9日。今、20時半。 以上はなし <laughs> さあということで今日はこの辺までにしておきましょうということで、えー、チャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれじゃあねバイバイ